これは一回帰るか。帰って武器作ろうか。すごいいい感じな気がする。トンファー。ちょっと待って、他に武器は？ああ。パイプとブレード。パイプ。パイプが、くず金とワイヤーね。で、ブレード。ああ、くず金。3個あるから、作れるな。はい、ちょっと悩んだんですけど、このね、鋭利な筒。鋭利な筒かこれ。まあ、こいつをね、作りましょう。で、装備して、いや、めっちゃ強。19.1 から23.1。これは強い。でさあ、なんかいらないもんも溶かしちゃっていい気がすんな。お、ギアが出てきた。お、クズ、金、ギア。絶縁テープ。いいね、いろいろ出たね。これは大きいぞ。そしたら、ワイヤー作れちゃうね。ワークベンチ、レベル3いっちゃったね。これでまたいろいろ作れる。おー、強そう。まあ、とりあえず一旦は、これでいいかな。またなんか手に入ったら、戻ってこよう。マジか、お前か。こいつね、速攻で倒さないと、厄介なことに。次のターンで、なんかね、なんか吐いてくんだよね。よし、倒せた。よし。なんかね、自爆みたいのしてくんだよ、あいつ。今回は、なんとかなったね。我々のうち一人が生きていかなければならない。59回。なるほど。59回でアイテムを回収したい。お、ギアだ。いいね。空っぽ。空っぽ。コーヒー。コーヒーは嬉しいぞ。飲んじゃって。ちょっとなんか作れたりしないか。ハントがもったいないんだよな。なんかに使えそうでさ。バターとかチーズとかね。チョコは？チョコはそんな使うもんとかない？あー、ミルクシェイク。いや、でも、作っても4しか変わんないね。牛乳とチョコレートが10ずつで、ミルクシェイクにすると24ってことは。使っちゃおう。オッケー。回復は？痛み止めがあって、救急箱。あ、しかも、大きいのも作れちゃうね。作っとくか。うん。OK、大きい救急箱と小さな救急箱が2つもあるから、回復はあんま気にしなくてもいいかもね。ってことで、ほい。いやー、ミスだ。やべえ。これ逃げても多分ダメだよね。あ、ダメだね。うん。そっかー。
あの攻撃受けるとね、毒物中毒なっちゃうんだね。ただこの解毒剤、これを今作れるので直せると。よし、生き生き箱を使っちゃって空っぽ、空っぽ、閉まってる。やべ、閉まってるとこ多いね。頭、ダメか。頭、よし、一撃。あ、チーズ来たね。よかった、パン食べないで。で、チーズ、サンド。オッケー。なんだこの部屋。なんか、尋問室みたいな。怖いね。何に使ってたんだろうか。魚。魚って言うと、そうだ。フィッシュ&チップスを作りたいね。お、有刺鉄線。くず金。何もない。ワイヤー。なるほどね。いった。こんな野郎。ちょっと待って、頭狙う必要ないな。胴体。よし。いいね。一発だとほんといいわ。痛み止め。どうしよっかね。ワイヤーね。ちょっと待って、どんぐらい戻る？あー、65階まで行かないとエレベーター乗れない。いや、でも1回さ、コイン2枚あるから62階まで戻りたいね。この自販機使いたい。ってことで歩いていきましょう。なるほど。ブルーが2個。まあ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 、よし。で、ワイヤーを作る。ワイヤーを作る。よし。あとなんかできることは？これが全然手に入んないな。キッチンレベルは、そうだ。フィッシュ&チップスを作って、食べて、武器系はいけないかな。大して持ってないもんね。まあでも次の武器に目星をつけるのはありか。 STR とスピード、これいいじゃん。なぎなた。槍と担当が必要。槍と担当。槍。ナイフが必要。ナイフってね、確かね、作れないんだよね、自分じゃ。キッチンナイフは。なんかそんなアイテムだった気がする。はるか昔の記憶だけど。ってことで、ちょっと無理かな。狙って作るのは難しそう。自分で作れるとしたらこれかな。ヤークとコマンド。スピードだけのやつだけど、いや、どうだ？なんかね、スピードだけのやつだと、スピードの由来した、ダメージに、何、ボーナスみたいなのがつくんだけど、今の武器がね、
この鋭利な筒がスピードと STR 力の、両方のボーナスを受けてんだよね。だからこっちのボーナスの方がかなり高くなってるんだと思うんだよね。確かそんな感じだった気がする。なのでできればスピードと STR が、必要な武器っていうのを選んでいきたいんだよな。剣のこぎりいいね。のこぎりと手斧。のこぎりと手斧。のこぎりは自分じゃ作れないのか。あ、作れるか。これか。あ、ブレードがめっちゃ必要。なるほどね。ブレードは今全然持ってないし、作るにもかなり素材が必要と。OK、了解しました。とりあえずはくず金をね、いっぱい生産しないと、生産というか、手に入れないとダメだね。よし、お前か。体、よし。余分なターン、来た。これは確定。確定、よし。若干怖かった。あ、小切り来たね。どうだ？倒すか。よし。当たれ。よし、来た。お、ありがとう。何でしょうか。あ、経験値がすげえ手に入った。もうちょいでレベルアップだね。これはいいぞ。おー、化学品。お酒。おー、ほう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 。意外といいアイテムいっぱい手に入ってる感じするな、今回。おい、一撃。素晴らしい。レンガも手に入った。武器は大丈夫かな？大丈夫ですよ、今んとこ。おー、逃げるね。空っぽ。コインはない。なるほど。食料、カクテルいけんな。カクテルいけるけど、お酒使うか？なんか、お酒はね、HP 関係で使いたいなっていうのがあって、そうだね。食べ物に使うのちょっともったいない気がしちゃうんだよな。一旦保留で。お、出たな、お前。よし。お、レベルアップ。お、そして切り抜き。どうやら都市の西を12マイルで他の殺人が起こったと関連付けています。都市の西を12マイルで他の殺人が起こった。ああ。ああ。若い女性が撲殺されました。強盗、ん？強姦や強盗の兆候は見つかりませんでした。エリアの唯一の監視カメラが犯行現場から逃げる人の影を捉えていました。おお。なるほど。それが意味することはまだわからないね。ワイヤーか。クズ金があるから作れるっちゃ作れるけど、レベル上げちゃおう。作れるっ
ちゃ作れるけど、うわ、1しか上がんなかった。けえ。いや、どうだ。戻る？59階まで戻んのか。いや、ワイヤーか。スタミナで無理やりやるよりはワイヤー作った方がいいかな。ワイヤー、オッケー。んで、なんだっけ、さっきの作りたいって言ったやつ、剣のこぎり。お、あと釘だけで作れんじゃん。いや、そっか、剣のこぎり今力 STR が1しか上がんなかったから足りてないんだね。いや、これちょっと微妙だな。そしたら82なん、8と12なんだね。鋭利な筒は。で、剣のこぎりは12、18。作れたら結構強くなるかなと思ったけど、STR が足んねえな。釘がない。一回じゃあそのまんま冒険を続けようかね。で、パンを作る？コーヒーよりパンだよね。6と5。5と2。いや、コーヒーの方が効率的にはいいのか。そうだね、若干コーヒーの方がいいね。じゃあコーヒー飲んで、コーラは飲んじゃうか。そうだね、アルコールは取っておきたい。よし、行こう。そんで55階でワイヤーを使う。よし。お、こんなところに君はいるのかい。よく今まで生き残ってこれたな。なるほど、来た。あ、やばい、あ、痛い。あ、やばい。あ、でも余分なターン、よし。あ、すげえ落とすじゃん。魚も来た。意外と潤沢になってきたかも。どうしよう。我がライバル。いやー、ダメか。って、当たんない。マジで。よし、クリティカル。あと15。15ってことは、胴体でいけるか。いやー、マジか、当たんない。うわー、くっそ。いやー、ダメージがでけえ。わっきい。鍵かかってるだと？ちょっと待ってくれ。回復しちゃおう。とりあえずは、いや、コイン手に入ったらなんか買うしかないね。もう回復アイテムがない。頭、頭、
よし、勝ち割ってやったぞ。マジか、お前多いな。いや、もうそういう階層か。51回。頭。ダメか。いや、よし、余分。いや、余分なターンが無に返った。あ、間違えた。やべ。まあいいや。オッケー。胴体攻撃しちゃった。お、コイン。回復アイテム取りに行くのもいいな。痛み止め。いや、これ全然手に入んないじゃん。いつもはね、結構手に入るアイテムなんだけどね。全く手に入んない。やばい。いやー、やばい。絶縁テープ。よし。49回まで来た。もう半分切ったね。お、やった。小さな救急箱。まあ、使うか？使おう。取っておいても、合成できるわけじゃなかったね。よし。行け。行け。行け。よし。やーべえ。あ、トウモロコシ。なんか言ってたね。何回だっけあれ。覚えてね。90何回？80何回？ちょっと一旦87行ってみていい？どう？あ、いた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 。90回か。待って、エレベーターに乗るとスタミナ2使うんだよね。エレベーターの方がいいね。90回行きましょう。よし。トウモロコシ。いや、これはいいトレード。そして消えた。最後の晩餐だったのかな。使っちゃおう。よし、HP は、なんとか、あるね。で、魚があるから、一回帰って、ぐらいだね。あと他は作れない。ちょっと待って。キッチン、レベル上げ、釘とワイヤーか。ワイヤーくず鉄1個で、釘が2つで、くず鉄2つしかないからダメだね。そうだね、大丈夫。使っちゃおう。よし。魚のフライを食べる。あとはなんか、あれだな。合成できるものはないな。料理に使えるものが。そんで、剣のこぎり。あれ？ナタとのこぎりだけでいけるパターンもあんだ。ナタは？ナタはどこ？ナタ？ナタはないね。おう。ナタ作るアイテムじゃないんだね、じゃあ。
そっかそっか。じゃあ剣のこぎりの釘を作っちゃおうかね。レベルがもうちょいっていうか、あと半分ぐらいだけど、で上がるから STR 必ず1以上上がるはずだから、13になれば強い武器として使えるからいいんじゃないかな。作っちゃっていっちゃおう。よし。で今んとこ、あ、今んとこ弱いね、やっぱ。うん、全然強いわこっちの方が。そしたらとりあえずは OK かな。はいはいはい、下行きましょう。46階。うわー、出た巨人。こいつはマジで強い。腕、いや、この狭い部屋でお前どうやって入ってきたんだよ。よし。あれちょっと待って、足攻撃するとしゃがむんだっけなこいつ。あ、しゃがんだ。ん？しゃがんでない。あれあれ、一瞬しゃがんだような気がしたけど。あ、ちょっと待って、もう死ぬ。逃げよう。いやー、ダメそんな食らう？今なんかすげえ食らなかった？マジか、こんな潤沢だったのに46階に降りたことで死んだくっそ悔しい今の。はい、というわけで本日はここまで。次回はね、もうそろそろ3度目の正直ということでね、地上まで降りたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。この動画を気に入っていただけましたら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。では、おやすみなさい。